山だ。アキラさん山よ。すごい。私ここまで登れたんだ。本当に登ったんだ。よかった。アキラさん来てよかったわ。一人が本当の。ねえアキラさん、これ見て。私のケルン。だと信じて今まで生きていた。あれから内科細部の結論を申し上げます。細胞学的診断基準によって急性骨髄性白血病と診断します。放射線科も同じ結論です。小児科も同様です。半年、随分残酷なんですね、お医者さんって。どうしてそう簡単に決めつけられるんですか。ママ、アキラさんあんまり好きじゃないんでしょ。でも私はね、アキラさんといるととっても楽しいの。上条くんお願い、手伝って。でも、それがユミちゃんを救うことになるんですかね。そう思ってるわ。ユミ！本当に、よく決心してくださったわね。ユミちゃんも幸せよ。パパ！パパ！これ、ありがとう。いつまでも大事にする。ユミ。私、アキラさん好きだもん。